あ、そう俺、あとね、10周年の企画決めましたちょっと日にちはできればこの日がいいなっていうのが、俺さ、8月1日に、あれ、加藤純一美術館やるって言ったっけは <laughs> 言ってないっけあ、ね、め時間がね、あれ、あれみんなもちろん知ってるよな。俺の心の気持ち読んでくれるよね。8月1日に加藤純一美術館やるじゃん。まあ、100件は来ると思うので、少なく見積もって。 100件ぐらい。で、ちゃんと点数、俺が、ちゃんと点数つけてって、上位、まあ、30件ぐらいかな。それを、まあ、俺に送ってもらって、それで、なんかアトリエかなんか借りて、俺がちゃんとセッティングして、あのー、加藤純一美術家リアル美術館やるってやって、あの、入場料無料で、皆さんご招待しようかなと。で、ちゃんとも、も,もちろん僕も、 バ <laughs> 場所は多分東京になると思うけど。それで、ちゃんとなんか、俺のやつも一個 <laughs>。カトリテもは、カトリテもはさ、だって、関係ないでナポリテンに引っ張られすぎでしょ。カトリエ、カトリエにしよう <laughs>。おい、カトリエにしよう <laughs>。カトリエ。<laughs> <リ>ほんでさ、あのさ、あれすれば、入った時に、でっかい俺の写真が、そこで初公開の時の俺の写真を、この前写真撮ってもらって、撮ってもらって <laughs>。 それっぽく何とかするわ。だからちょっとちゃんと上位入賞者には、あの、オリジナル、加藤純一オリジナルグッズ。世界に一個しかないオリジナルグッズ。まず対象者、加藤純一、方骨、マウスパッド。この、これだけのために俺が携帯で自分の顔を撮影します。なんかその辺を、やろうかなと思います。本気で作っていいよ、もちろん。 もちろんメルカリで売ってもいいです。世界で1個しかないんで、まあまあ金になると思うんで、5000円ぐらいにはなるクオリティでスと作るんで。マジで。ちなみに、他のバカどもと違って、うち、転売、OK になってますじゃ複製できないようにもうゴリゴリにあれするから、俺がもうなんつうの、文章をしたためる。なんかできれば、 すっげーオシャレな、ちっちゃくていいからめっちゃオシャレなところがいいんだよね。なんでかっていうと、作品がなんか、なぜ、ぐしゃぐしゃで、なのにもかかわらず、場所かっこいいみたいな。<laughs> 灰皿の美術品も誰か <laughs>、おい、それちょっと待って今さ、うちで使いたい灰皿がないのね灰皿ちょっと欲しいな、俺、灰皿が 灰皿欲しいね。猛虎の顔、顔の灰皿欲しいや。<laughs> おい、これチャンスだぞ。猛虎、ばば、ゆたか、ハコフグ、灰皿。売っちまおうぜ、夏のコミケで。おい、あいつから半、半券ぶん取って。<laughs> そんなこと言ったらいっぱい灰皿来るんだ。あなちょっと灰皿は、あのー、本当に自信の、ほん、で、美大の人しか送っちゃダメだ。美大に通ってるやつしか灰皿送っちゃダメ。歌詞画廊情報センター。 え、安いえちょっと待ってみんな見て。俺正直さ、トータルで50ぐらいはかかるかなと思ったんだけど、会場費がめちゃめちゃ安いんだけど、3万とかなんだけど。あ、でも1日か。2日やったら6万。まあ、2日ぐらいやりたいよな。<laughs> お,おこれ全部でやってやろうかな、これ全部で <laughs> お。おやっぱ透明、やっぱ俺クラスになったら透明半じゃん、噂の。 透明版でやったろうかな透明版。<laughs> なんかこのな、中見れないのかなああった。ああなんかおしゃれおしゃれ <laughs> すげえおしゃれいいじゃんこういうの、ここに対象者とかで。え、こんなもんでよくないこんなもんでよくない いや、体育館というより、いや、こんなさ、すげえ美しい場所に、すげえゴミみたいな作品飾りたいじゃん。<laughs> 一人で来ることをルールにしてくれて。てめえが一人でしかこれネクスに。<laughs> からって、お前そんな、なんでおめえに合わせなきゃいけねえんだ。別に百人で来ようか、一人で来ようか関係ねえじゃねえかよ。美術館ってそういうルールあるのないでしょう。 東京駅の駅構こ,こやばそう。<laughs> ここはガチのところらしい。田中八重洲画廊。これガチらしいよ。ここはもう本当にガチのやつしか飾ってませんって。お、モナリザと隣によ、カトリザ並べとこうぜ。なあ。八重洲か。八重洲北口から徒歩3分だったよ。 あ、いいめっちゃいいめっちゃいいすげえいい高そうここうわー !1 日10万あ、ぜ、いや、それだったら全然かだよ。<laughs> お金はないが、才能とやる気のある未来の芸術家を日本中から集めて発表の場を作るって言えば審査が通るぞ。<laughs> 俺なんでそんな嘘つかなきゃいけないのゴミに群がるカラスどもがご、ゴミを作り上げましたん、ね、で、俺素直に言う、え、俺そんな、いいの爆山先生みたいなこと言っていいの俺バス走らせべ。俺バスいくらかかる俺,俺バ、じゃあ最後、じゃあ俺バス走らせるよ。おめえらがそこまで言うんだったら、ちょっと会場費安く済ませそうだから、バス走らせるよ。バニラ、バニラで高収入があだこうだ、みたいな。バスいくら 10年も待たしちゃったからな。100万かかる絶対やだ。絶対やだわ。10周年宣伝0走らせよう。いくらなのなんか2、もなんとか20ぐらいでさ、田舎で赤羽とかでいいから。新宿とか渋谷だだけじゃん。赤羽でいいからさ、なんか10万、20万ぐらいでいけない ?1 日8万。1日8万だったら、現実的。 なんか一日8万、走らせて、これ払いたくねえ、こんなのに !8 万も払いたくねやだ。ほらここでさいや、2トン行くでしょ !2 トン行くでしょこんなちっちゃいさ !2 トン行こうぜ !2 トン !4 万トンお、4トン行くべこれいくら4トンで 大阪付近のみ大阪でもいいかな別に最悪東京は俺が何とか人集めっから大阪でちょっと4トン走らせっか秋葉のヨドバシに広告流せる <laughs> <laughs> 秋葉のヨドバシっすかどっちか,だから 街中走らせるか、秋葉のヨド橋に頼むか、どっちかだよ。どっちがいいで、二つは無理、さすがに。新宿あるた、一日中ま、どっちの方がいい秋葉のヨド橋か、バスか、秋葉のヨド橋行くか、それ待って、でも、そんなさ、一ヶ月後にやるんですけど、つってさ、無理じゃない アルタ1え、スタ、アルタにするするっつってできるかはわかんないけど。新宿アルタビジョン。<laughs> お、こいつらがもしかしたらな、駆け込んでくるかもしんねえぞ。お、なんだあれっつって。あえ ?1 日、15秒かけ2回。 10万円ん ?15 秒かける ?2 回流れて10万円だけ <laughs> なんで高さだ !15 秒が2回流れて、10万円あ、1時間に2回流れるってこと ?1 時間に2回、1日中流れるってこと ?28 回流れるいや、いや、じゃあありだね 日付はちょっとまだ一応未定にさせて。日付は。思いついたのがほんと昨日だからさ、これやりてえって思ったら昨日だから、1ヶ月半しかないから、作品に関してはでも作っといて、みんな。詳細この、今週中に決めよう、全部。木金土日。今月中にしっかり決めて。というか、場所はもういろんな人に、ちょ、なんか、場所ないっすかねって動いてもらってんのね。 で、みんなから送られてきたやつも、吟味して、やろうかなと、思います。